クス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 クはい、まあ、全国大会を経て俺はね、汚いおっさんやけど、はい、もう一投お願いします。だけど、宮崎さんは、はい、毎日が全国大会です。あれはい、アドバイスしていいですか。いや、先ほど僕は大人の全国大会とか出てしまったんですけど、まあ、時にはだから全部で、ね、毎日なんで、全国大会全部まっすぐ行ってはダメじゃないですか。結局やっぱ、いかにせこい手を使えるか、せこい手いかに、やっぱ、うまいことすり抜けられるかが、やっぱ、道徳の世界だと思ってるから、はい、やっぱり、で今日はペイントどんだけペイントかけれるかしようかなんで、やっぱり今日は僕、主義のペイントをちょっと宮崎さんに、ミット通してやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。フェイントってなかなか今のフェイントってわからないと思うんですけど、こういうなんかジャブ打つフェイントで前に出て手を上げてそこから打つとかいう結構まあ単純なフェイントじゃなくて、今やってもらったのはタイミングをずらして相手にフェイントをかけるっていうやり方で、例えば、まあ、簡単に言ったらワンツーバンバンシバンバン、このタイミングですよね。そこで、じゃあ例えば3番目にジャブ1個置いて、うん、ポン、ポン、うん、うん、ポン、この、その、なんだろうね、まあワンツーやったら、結構ボクシングでやってる人って、まあ、結構ほんまに、じゃあワンツーの防御の練習、そこが多分多くて、その感覚になれるんですよ、やっぱり、どんどん、あ、ワンツー来んなと思ったら、1、2、ブロックしたり。中で、その中で、うん、うん、どんだけタイミングを上げれるかだと思ってて、まあ、バックステップ外して、その動きとちょっと似た感じ、一ジャブ打って、一動きを置いて打つ、結構その怖いと思うんですよ。どんどんって、じゃあそのまま逃げますけど、ここで一個置く、うん、うん、相手の真正面で一個置く、なかなか勇気を使うあのワンツーだと思うんですけど、結構これ試合とかで結構当たるんですが、特に相手が疲れてきて、もう、まあ、1ラウンド目とかだったらあれですけど、3ラウンド目の最後ら辺とか、こう疲れてきたなぐらいの時に、うん、タイミング外して打つっていうのは結構これ使えるんで、まあ、勇気がいる作業なんですけど、毎日が成功大会でそんな勇気もう特に持たれたと思うんで、はい、ぜひ使ってください。まあまあもう40後半やからな疲れてる頃やからそういうフェイントはありですね。人生誰も疲れてる頃にどんなフェイントが出るかっていう感じで、はい、やってもらったら、はい、分かりました。疲れてる時にフェイントですね。はい、分かりました。ありがとうございました。